テレビ東京日経虎ノ門別館上山ガーデン日経虎ノ門別館日経虎ノ門別館は東京都港区虎ノ門にあるビル9名は日経電波会館日経電波会館は1985年に竣工し同年12月テレビ東京が本社機能を港区芝公園にある東京タワースタジオから日経電波会館に移転した 2016年11月までにテレビ東京オフィスの本社機能を有した。1983年テレビ東京の中川巡社長が開局20周年をめどに新社屋建設計画の立案に着手すると表明した。その後テレビ東京が森ビルの城山開発計画の一期工事に参加し虎ノ門4丁目に新社屋を建設することに決着した。 1984年4月12日の開局20周年記念日に新社屋建設地で自震祭が行われた。1985年4月5日上等式が行われ、11月25日に竣工式が行われた。また、11月から各部門が順次移転作業を開始し、12月12日に新社屋から放送を開始した。日経電波会館は、 地下1階、地上10階、東屋1階の建築であり、4つのスタジオを有していた。2016年11月、テレビ東京の本社オフィスは、住友不動産六本木グランドタワーに移転したが、2つのスタジオを残し、一部の番組は現在も日経虎ノ門別館で収録し、神谷町スタジオとして運用している。また、テレビ東京の一部の子会社も、 日系虎の門別館にオフィスを構えている。テレビ東京が本社昨日移転後、リニューアル工事が行われ、日系 BP 社が NBF プラチナタワーから日系虎の門別館に移転し、現在はビルの1階と5階から9階までの部分に入居している。その後、テレビ東京ヒューマンは2020年6月時点で本社を住友不動産六本木グランドタワーに移転している。 ありがとうございます。